皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。今回もステーブルディフュージョン本体のお話ではありませんが、少しだけ最新情報について触れておきます。オートマティックイレブンイレブンのバージョンが 1.21 に上がり、警備の不具合がほぼ解消されています。安定版の8章を記述しておきます。メインの利用環境の移行をご検討ください。またコントロールネットにも大注目の機能リファレンスオンリーが追加されています。ローラを生成しなくてもある程度のキャラ固定、衣装固定が行える素晴らしい機能となります。解析ではなくプロンプトを自己生成している画像を材料にすることで最も威力を発揮する機能のようですが、本体の最新化と拡張機能よりコントロールネットの更新を行えば利用できます。こちらについては後日検証してみたいと思っています。さて、前回の動画ではステーブルディフュージョンで生成した1枚の絵を動かすためのアプリをご紹介しました。このアプリだけでも問題なく利用できるのですが、生成した動画をさらに滑らかに動かすことのできるアプリをご紹介します。構築手順が簡単なアプリと少し準備が必要なアプリがあります。ひとまずアプリを動かすための環境が一式揃っているもので解説します。構築手順はとても簡単なので、興味のある方はまずはこちらをお試しください。入力された動画のフレームレートを自動認識し、 AI による映像補完を行い動画を出力するフローフレームズをご紹介します。はじめになぜこのような処理が必要なのか、また構築する環境に関しての説明を行います。少し長くなってしまいそうなので、詳しい手順だけ知りたい方は概要欄のチャプターをご利用ください。さて、このフレームレートとはその映像がどのくらい滑らかかを表す単位で、 30fps なら1秒間に30枚の画像が連続的に描画されている、 60fps ならその倍の60枚の画像が描画されているということになります。もちろん数字が大きな動画の方がより滑らかに動くのですが、一般的な再生環境で多く採用されている数値は 60fps となります。例えば YouTube の場合、 YouTube では基本的にアップロードされた動画ソースがどのような FPS で生成されたかにかかわらず、エンコード処理視聴可能になった後の動画は 60fps が限界となります。つまり動画内の各ソースをこの 60fps に近づけることで一番滑らかな動画になるという仕組みです。先日構築したアプリのFPS の値を確認してみると、環境にもよりますが 22-29fps 前後を推移していることがわかります。わかりやすく、この絵を動かすアプリが 30fps で動作しているとすると、これを取り込み映像ソースを 60fps 動画として書き出した場合、1秒間に描画すべき画像が30枚足らない分、画像と画像の推移にタクツキを生み出すこととなります。この連続する2枚の画像と画像の間に AI が類推して画像を生成し挿入、フローフレームは30枚の画像を60枚に増やしてくれるフレーム補完を行うアプリとなります。ではアプリが動く環境を作っていきます。概要欄のリンクよりダウンロード Now ボタンをクリック。このような画面が表示されますが、募金をされる方以外はノーサンクスをクリックします。赤いダウンロードボタンをクリックしてインストーラーをダウンロードします。実はこのアプリ全く別の環境に Python や PyTorch など必要なものを一式インストールしてくれるようなのですが、自動で入る PyTorch のバージョンが不明です。現在の Python と PyTorch の環境をそのまま流用するというオプションもあるのですが、これはおそらく仮想環境ではなく 3.106 のベース環境にあるものを検出します。もし PyTorch に系列を指定して設定を行いたい場合は、あまりおすすめはできませんが、ベース環境にも下記のコマンドで PyTorch をセットアップした後、フローフレームのインストールを行います。ひとまず動きを検証したいときは
すべてオートでインストールを行ってください。インストール先のフォルダを選択します。オートか一番下を選択します。基本的にはオートで、 Python ベースに PyTorch2 をインストールされた方は Use Existing を選びます。 PyTorch バージョン選択画面が表示された場合もオートで OK です。これはあらかじめ全てのモデルをダウンロードするかというオプションなのですが、使うモデルは一つだけですので上を選びます。モデルなどのダウンロード先で USA を選択します。これでインストールは完了です。アプリが起動しますのでインターポーレーションをクリック。インターポーレーション、 AI にはリーフを。右側のブラウズビデオでフレーム保管を行いたい動画を選択します。配信ソフトなどの設定で 30fps として動画を書き出し、これを読み込ませます。アウトプットディレクトリにも同じフォルダを指定しておきます。自動で動画ソースの FPS を認識し、かけにイコール 60fps となっていることを確認します。 AI モデルにはリコメンデッドとなっているリーフ 4.0 を選択します。アウトプットモードは MP4 を選択します。準備が整ったら左下のインターポーレートをクリックします。同じフォルダに動画が出力されます。このようにして生成した動画と音声周りを再び編集で合成することで、フレーム保管された滑らかな動画を生成することができます。次に準備が必要なアプリの方を解説します。このフローフレームの中で利用しているリーフと呼ばれるモジュール単体を指定した PyTorch のバージョンで直接効率よく動作させることができます。ひとまずリーフを動作させるために PyTorch FFmpeg を準備します。コマンドプロンプトを起動、リーフをインストールするフォルダに CD します。作成した仮想環境のフォルダに移動、仮想環境に移行します。ここで PyTorch 2系列をインストールします。次にリーフを JIT クローンします。 JIT により必要なフォルダが生成されますので移動します。生成されたフォルダの中にリクイアメンツテキストというテキストファイルがあるので、これをメモ帳などで開きます。トーチとトーチビジョンはすでにインストールしていますので、この2行を削除し、一番上のナンピーの行を下記のように書き換えて保存します。準備ができたらリーフのフォルダで下記を実行します。インストールが完了します。今度は概要欄よりリーフの学習済みモデルを入手します。右上の下矢印ボタンからダウンロード可能です。 ZIP ファイルを展開して出てきたフォルダ、トレインログをリーフのフォルダにコピーしておきます。最後に動画編集のメインエンジンとなる FFmpeg を入手します。概要欄のサイトに飛び、 Windows のマークにカーソルを移動します。 Windows Exe Files の候補として2つサイトが表示されます。今回は下のリンクをクリックします。下記のファイルをダウンロードします。展開後、bin フォルダの下の3つの実行ファイルをリーフのフォルダにコピーしておきます。これでリーフを使用する準備が整いました。先ほどと同様に、あらかじめ配信ソフトや動画編集ソフトで用意した 30fps のソースを準備し、同じくリーフのフォルダにコピーします。リーフをインストールしたプロンプトで下記を実行します。ファイル名に 2x60fps と付与されたフレームレートが倍になった新しいファイルが生成されました。オプションの渡し方によってはフレームレートを2倍以上にすることもできます。仮に絵を動かすアプリの FPS が15を下回っている場合、書き出すソース動画を 15fps で作成し4倍することで最適化された 60fps 動画となります。今回の場合、絵を動かすアプリが平均 25fps 程度で動作していますので、これを下回らないようにソース動画を作成することがポイントとなります。音声周りはチェックしていませんので、書き出した動画を再び動画編集ソフトなどで読み込み統合処理を行うことをお勧めします。今回は以上となります。
今はステーブルディフュージョンにて1枚の絵を生成することが盛り上がっていますが、ソフトやハードの進化により数ヶ月先には動画を生成する技術が爆発的に発展します。生成された画像をつなぎ合わせる形で動画を作る手法でも、このフレーム補完の技術はきっと役に立つ時が来ると思っています。興味のある方は一度環境を作って遊んでみてください。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。